西村京太郎作品が DS で登場。金沢、函館、極寒の峡谷、復讐の影。極寒の地を舞台に次々と巻き起こる殺人事件。プレイヤーは私立探偵新田一心となって、助手の京明日香とともに事件の真相に迫ります。事件の調査はタッチペンを使って進めます。例えば遺体をタッチし、選択肢を選ぶことで遺体の特徴を証拠として入手することができます。他にも現場に残された痕跡を調べたり、遺留品を入手するなどして様々な証拠を集めていきます。また気になる人物をタッチすることで、アリバイや様々な証言を入手することができます。そして集めた証拠をもとに推理。事件のトリックを暴いたり、関係者の証言を時刻表などと照らし合わせ、犯人を絞り込んでいきます。また本編とは別に楽しめる短編推理問題集ウエストビレッジ2を収録。事件現場の状況から犯人を推理するなど、様々なタイプの推理問題が100問、じっくりと楽しむことができます。タッチペン1本で推理サスペンスが楽しめる DS 西村京太郎サスペンス2新探偵シリーズ。金沢、函館、極寒の峡谷、復讐の影。